あ、こんにちは。あ、よろしくお願いします。16時になったので、これから、トークを始めたいと思います。ですね、今回のトークは、私、坂中隆文の、アートセンターオンゴーイングでの個展、アトピックサーチフォーアトピアという、展覧会の、関連トークとして、やっています。で、ゲストに、青森、県立美術館の、奥脇学芸員を、お呼びしております。僕が12月の半ばまで青森の ACAC というアートセンターに滞在していて、そこで奥脇さんの担当する、展覧会を、青森県立美術館で、拝見して、それで奥脇さんがですね、絵画の、マチエールについての、展覧会という認識であってます？あ、はい、そうです。についてのコレクション展を行われている中で、そのなんか自身の問題でもある、肌の問題というのをなんかすごく巧みにこう介入させているのを見て、なんかすごいこう、僕はなんかその、今回かゆみというものをテーマに作品を作ったんですが、なんかすごいそのちょっとこう先駆者的な気持ちでいたら、なんかもうそれをなんかずっとなんか深いところで考えて、そこから美術までこう持っていくっていう、つなげるっていう行いをされていて、結構びっくりして、それで今回、お声掛けしました。ありがとうございます。こうやってなんかお話できるの本当に嬉しいことで、すごいバタバタ準備してて、ちょっと昨日も本当になんかあんまりちょっと寝られてないみたいな感じなんですけど、そう、そう、今坂中さんに言っていただいたように、そう、昨年 ACAC 国際芸術センター青森でのレジデンスで坂中さん青森に来てくださってて、でその滞在期間中に僕がそうコレクション展で震える絵肌って、まあ絵画表面におけるマチエールですよね。マチエールの様々を紹介する展覧会っていうのをやってたところに見に来ていただいていたというところです。どうしようかな。ちょっとこういう展覧会ですみたいな話してもいいですか？あ、大丈夫です。大丈夫です。じゃあちょっと画面の共有の方でちょっと。よいしょ。あれ、画面の共有ができないのかな？あ、ごめんなさい。これでいいのか？これですか？そうそうそう。あ、すみません、どうですか？ちょっともう一回お願いします。あ、いけました。ありがとうございます。これで。あ、共有されてますね。あ、よかったです。どこだっけ？これこれ。なんかこういう震える絵肌っていうタイトルのコレクション展をやっていて、まあ、いろんな作家さんの絵画表面におけるマチエールの作り方、それぞれを、まあ、一部屋一作家っていうのをベースにしながら見せていくっていうことをやってました。で、その中で、まあ、まず一人作家紹介するのがちょっと色変で申し訳ないんですけど、これ青森の八戸出身の伊藤継子さんっていう女性の作家さんの作品なんです。で、伊藤継子さんって書が前衛書道がバックグラウンドになってて、書についての研鑽を積む中で徐々に絵画表現っていうところに移行していったような作家さんなんですけど、その作品の作り方っていうのが筆を使うんじゃなくて、大きなペインティングナイフを使って、そのペインティングナイフでこの絵の具の塊をキャンバスの上に引っかいていく、そういう形で絵画としてのマチエールを作っていくんです。で、そうやってすごく物質的な絵画における絵の具、そしてキャンバスっていうその物質的な部分にすごく依拠しながら、その中で私はこれを命の形を作り出しているっていう、命の形を描き得たかっていうことを問題にしながらその作品を作っていて、なんかすごい物質的な部分によりながら、その命の形っていうなんか抽象度の高いようなものを導き出せるっていう、そこの部分で引っかくっていうことが絵画におけるマチエールっていうのにこうやって反響できるんだっ
っていうところがすごい面白いなと思って、まあ、こういうものを起点にしながら絵画におけるマチエール、芸術におけるマチエールっていうのを広く考えていけたら面白そうかなっていうところのコレクション展だったんです。で、こういう、まあ、絵画におけるマチエールっていうのは一つ大きな問題としてあるんですけど、なんかマチエールっていうものを、例えばこれもすごい、見ようによってはアトピーの人が皮膚を引っかいた時に見える傷口みたいな、なんかそういうなんかジュクジュクしたものみたいな形で見える部分っていうのも少なからずあって、そうやって絵画の表面において変質していくマチエールの在り方っていうものを、変質していくんであれば、それは絵画としてのメディウムを超えて、絵画以外の部分においてもなんかそれが移っていく、なんか伝染していったり、別の形で別の芸術のメディウムとしてこの核とかその中でのジュクジュクした傷口みたいなあり方っていうのが発揮され得るんではないかっていうことを考えた時に、もう一個展示として紹介しようと思っているのが、この太宰治の「皮膚と心」っていう文学の作品におけるマチエール表現っていうところもちょっと見せていったら面白いかなと思って一緒に展示してました。で、皮膚と心って、読んだことありました？いや、ここで初めて読んだような、でもなんかそれよりずっと前になんかちらっと読んだような気もしますが、はい、基本的にはその時初めて、最初から最後まで。いや、そう、なんか、あんまり太宰の、作品の中でも、でもそんなに有名でもないのかもしれない。僕もでもなんかこれの前後でちょっと人から紹介してもらって読んで、あ、面白いなと思ったんですけど、まあ、要はこれ、女の人が主人公で、女の人は結婚したての新婚夫婦みたいな感じなんです。で、まあ、新婚生活悪くないみたいな話をどんどんしてて、もう旦那さんもとっても立派な人みたいな感じで、すごい旦那さんへの志望っていうのがこの文章の中で語られていくんですけど、ある日なんかこうポチッとこう吹き出物が自分の体にできるっていう。で、吹き出物ができてて、でもそれがどんどん薬とか塗っても治んないで体の表面に広がってくるっていう。で、そうなった時にだんだんなんかその体がちょっと不調になってくるから、自分のメンタル的なものもちょっと参ってきちゃって、だんだんこの旦那さんにすごく旦那さんを慕ってた様子が、でも旦那さんってこの再婚でこの人と結婚してて、なんかこの旦那にとって私は2人目なんだ、悔しいみたいな。なんかだんだんそのなんか旦那さんを憎らしく思う気持ちみたいなものがなんかどんどん増えていって、で、その極地みたいなところでお医者さんに注射1本打ってもらってすぐ治って、あら治っちゃったみたいな、なんかすごいどんどん荒れてったメンタルが注射1本でまた元通りになるみたいな、そのなんか感情の起伏みたいなのがこの一人称の文章の中でどんどん展開されてってるんですけど、これはまあその当時のジョイスとかに発するその意識の流れっていう小説の手法をもとに、太宰がこの「皮膚と心」っていう文章を書いてるんですけど、そこでのこの皮膚表面のこのザラザラした食感、質感っていうか、このぐじゅぐじゅした感じとかっていうのをすごい克明に映してて、それが図らずもその肉体的な歪みがその精神的な歪みみたいなものとすごく連動しながら効果的に描写されてて、なんかこういう、絵画におけるマチエール、乱れた表面のあり方っていうのが文学作品とか、なんか別の芸術のメディウムにおいても可能なんだっていうことをちょっとここで見せていくっていうのをやってて、多分こういうところにきっと反応してくれたんじゃないのかなって勝手に思ってるんです。そうで、ですね、そう。結構、太宰の結構直接的にこう、皮膚というのが出て、それでちょっと、あれ、もしかしてこの人はこの展覧会はみたいな、なんか、そういうふうに思いました。だから本当にここで、僕自身もだからすごい子供の頃からすごいアトピーみたいな形で、なんかやっぱりすごいやられっぱなしなわけですよ、アトピーに対して。アトピーに対してじゃない、アトピーによってやられっぱなしなわけですよ。だから、でもそれに対してもやっぱもう薬を塗って、それが
もう皮膚の表面に現れないような状態っていうのを心がけていたわけなんですけど、でもそれがこの傷口があらわになることによって別のなんか強さを発揮するっていうことがなんか芸術においてあり得るみたいな状況になんかちょっと興奮しちゃって なんかそういう状況、興奮した状況で作った展示だから、なんかその興奮にちょっと当てられてもらえてすごい嬉しいなっていう感じがありますね。で、だからこういうものをじゃあ現代の芸術表現として受け取って、どういう強度のあるような作品構造としてもう一回捉え直せるかっていうことは、なんかもう一回考えなきゃいけないことだなと思ってたところに、この展覧会が終わるちょっと前ぐらいのところで、坂中さん見に来てくださって、そうやってコメントを返してくださったんで、これは、いや、いいタイミングでできてよかったなって思ってるって感じですね。ちなみにこの皮膚と心でこう、この女性は痒くないんですよね。いや、かゆか、痛がゆいとか、痛がうん、ゆいとか。なんか、その皮膚に対して、あんまなんかこう、ボリボリ描かないことが逆になんかこう、いろいろこう、はい。ああ、考えてる、なんかうじうじ考えちゃうことをなんか、手で描く代わりになんかこう、気持ちの上でこう、かき乱されてるみたいな感じがして、すごい。そう、だから徹底して割とそれに触るよりはその見た目としてのなんかグロテスクさとかなんかそういう方にすごい行ってる感じがありますね。だからどうしようかな、坂中さんのこのアトピーの作品っていうのは、まあその青森でのその点プロジェクト作品っていうのが、まあアトピーをテーマにしたものだっていうのはもう知って上げてるんですけど、まあ、それがこういう展開になってるっていうことも含めて、どういうところからこのアトピーの作品っていうのはちょっと、なかなか、はい、走ってるんでしたっけ？一回戻しますよ。ですね、僕はアトピーでアトピーの作品作ってますっていうには割と軽いアトピーなんですね。それで、まあ、ただ、何年かに一度にこう当たり年みたいなのがありまして、で、まあ、普段はあまり意識しないけども、何年かに一度そのボリボリ体をかいてしまう年みたいなのがあって、それがちょうど去年ぐらいで、それで寝てる最中に妻がその僕がボリボリかく音がすげえうるせえってみたいな 話が出て、で、まあ確かになんか朝起きてヒリヒリしてるし、なんか書いてるんだろうなとは思うんですけど、なんかそのうるさいって、なんかこううるさくて他人が起きるってほどの、なんかそこまで激しいものだとは思ってなくて、それでちょっとこう自分がその意識してないところで、その勝手に体が駆動してるっていう状態に、まあ、ものすごい興味を持って、で、まあ、そう、ちょうど同じ時期、なんか知り合いと一緒に温泉に行ったら、なんか坂中君、お前ケツすげえなみたいな感じになって、言われる、言う、言う、言う、やっぱケツって自分の見えないところだから、なんかこうアトピーも割とこうね、大っぴらにやりやすいんで、それでなんかやっぱその自分の見えない部分の身体とか、その自分が意識してない部分で勝手に動いてるものみたいなのに、すごい興味が出て、それで、ですね、去年の秋ぐらいか、夏過ぎぐらいからかな、いくつか作品を作り出して、青森でも、割とレジデンスにいながらも、なんかアトピーって言われて閉ざされたテーマにこう、向かってですね、ちょっとこう青森のいろんなことをリサーチするというよりかは、もう ACAC の環境はもうアトピーについて考える場所って、なんか一人で勝手に設定して、そう、研究所とかサナトリウムみたいなイメージで、一人でこもったり、アトピーの人に来てもらったりしながら、作品を作ったという感じのところが大体ざっくりとした説明で、で、今回の展覧会は、今コロナもあることもあって、ですね、奥脇さんも、来てもらうことができてないので、会場の、構成を、まず、今日ビデオを撮ったので、それを、見せながらちょっと、説明していきたいと思います。ありがとうございます。画面を共有。
今映ってますよね。あ、映ってます。あ、はい。で、まあ、これは、オンゴーイングの、ギャラリーなんですけども、1階が、カフェになっていて、2階が、ギャラリーになっているという構成になっています。で、1階のカフェにですね、これちょっと音いってるのかどうか分かんないんですけど、まあ、カフェの中で1点映像作品を、上映していて、それがですね、アトビーの作品で、一番最初に作ったものなんですね。なんかカフェ の, その飯食うところで流すのが最適かどうかは、ちょっと分かんなかったんですけど、これはですね、去年の何月頃だったかな、ちょっと GoTo トラベルが始まった頃に、撮った、映像で、僕の知り合いの、アトピーの人3人、僕入れて4人ですね。で、温泉旅館に、一泊旅行をしまして、そこで、まあ、そのアトピー持ち同士いろんなことをしゃべりながら、まあ、飲んだりしながらの、まあ、もう自然な感じでこう一晩過ごすって、まあ、ことだけなんですけれども、ですね、よく、テレビとかで、の収録で使うピンマイクを、ですね、口元じゃなくて、手先につけてですね、それで、まあ、自然に発生する書きとか、まあ、喋りながら書いてたりとか、まあ、飲んだ後ゴロゴロしながらボリボリ書くっていうのを、映像と音声で、録音しまして、それで、ですね、まあ、その映像を僕が割と適宜好きに編集して、こうまあ、アトピー同士のなんかこうセッションみたいなのが最終的に、まあ、映像上でこう、はいはいはい、ボリボリが、はい、ボリボリが重なり合った状態で響くみたいな、最初結構音というものでちょっとそのかゆみっていう絶対個人にしか分かりえないものが、まあ、あの世界に伝播して伝わっていくっていう、まあ、ものすごい直接的になんかこう、ことがあるんじゃないかなと思って、なんかその、まあ、僕がボリボリ書き始めたら、なんか妻がなんか、冬になって乾燥したんだなみたいな、なんかこう思うとか、まあ、ちょっとなんかなんか閉じられたものだけども、なんかこうそこからまたつながりを得ることができるんじゃないのかなというところによって、まず1個作ったのがさ、この音の作品ですね。でこれはまあ、カフェでボリ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 、音が響いていて、なんかちょっとこう計らずとも、ギャラリーに来た人がちょっとびっくりしてドン引きするみたいなこう状態になってます。で、2階にある、ですね、このメインの映像作品が、これは ACAC で、制作したものですね。で、そうですね、この作品は一貫してVR っていう技術を使って制作してまして、VR グローブっていう、手に、手袋のようなものをはめて、それによって手の動きを、デジタル上でキャプチャーするという、まあ、割と今日的な道具がありまして、それを使ってアトピーの人に、青森でアトピーの人に、ですね、ACAC に来てもらって、それで各動きをですね、キャプチャーして、そのキャプチャーした動きから3D の立体というものを作って、それに対して僕が撮影したという映像になっています、うん、でそのなんかこう何人かのかゆみでできたオブジェクトを一つの映像にまとめて、でこれはまあアトピーっていうことをまあ意味上で考えるのにすごく重要な、アトピーの語源ですね、その、うん、アトピアっていう、単語のことも同時にすごく考えながら作っていて、あ、うんうん、が、否定形のトピアっていうのがユートピアと同じ、場所という意味で、場所に対する否定で、場所がないとか、たどり着くルーツがないというなんか意味だというふうに、調べたら出てきて、うんうん、でなんかそのアトピーによる形が、たくさん集まることで、そのないアトピーの、風景みたいなのを、まあなんかまあ作ることができるんじゃないのかなと思って、このアトピアの風景みたいなイメージで作ったのがこれで、なんとなくそのテレビの放送終了後に南の
ここではないどこかとして、なんか南の国の映像がずっと流れてるみたいな、うんうんうん、なんか そういうようなイメージとして、うんうん、ここではないどこかの映像みたいな感じでこう、うんうん、集合体みたいなのを撮影したものですね。なるほど、うんうん、で、まあ、こういろんな人のかゆみが出てきて、それは僕がまあ割と好きに あちこち動かしたりしながら、撮影しています、ね、で、そこからちょっと派生してもう一個作ったのが、ですね、ですね、まず、あ、そっか、順を追って話すと、まあ、キャプチャーして撮られた形っていうのが、まあ、こういうものなんですけれども、うん、でこれはなんか僕はなんか、まあ、僕が撮ってるからそう思うだけかもしれないんですけども、この一つ一つの形がもうそれぞれなんかその人の存在であるような気がすごくして、うんうんうん、その元にかゆみを持ってる人ですね、なんか、うんうん、なんかこれ自体がなんか、まあ、ある種のポートレートみたいなものなんじゃないのかなっていうふうにすごい思ったんですよね。うん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 、で、まあポートレートでもあるし、なんかこの形っていうのはもう体を描いて、できたものだから、当然体に沿って、形成されていて、うんうん、でその、形はなんか、まあ、まあ理屈上 3D プリントをすると、そのかゆみの持ち主である本人にスポットをかぶさるはずだということで、まあ、こういった、ドレスのイメージを、いくつか制作して、まあ、これは僕なんですけれども、うん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 、これを1個、うん、で、この背中、これはなんかちょっと豆知識なんですけど、この背中のこの羽みたいになってる部分はなんかその手の可動域上かける部分っていうのがすごい限られているから、うんうん、背中ってかける場所とかけない場所が割とはっきりしていて、うんうんうん、でそれでこのなんか羽みたいになってるのはなんかその実際の皮膚もこの部分だけ結構黒ずんでて、うん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 、でこれなんか青森専門家の人に聞いたらなんかこうバタフライサインっていう名前がついてて、へー、アトピーの人の背中に蝶々の印がついてるっていう、へー、なんか大きくとすごい特別な印みたいに見えます、ね、そうですね、なんかそう、これをあと、他にもこの形を最終、撮らせてくれた人のものが、はい、ぐるぐるしてしまった、ちょっとプレビューが、あ、来た来た来た、これが、それぞれの人の、かゆみの形を、まあ、それぞれに、かぶせた状態で、まあ、なんかこう、さっきの映像はものすごい遠い場所として、その遠い場所を描き出すためのオブジェクトとして使ってたんですけれども、なんかまあ、体に戻すことも可能だなと思って、それぞれのドレスのようなものを、作ったという感じですね。うんうんうん、あれですね、なんかこう実際に着てるっていうより、ウェブ上というか、はい、アメフトで着せてるわけですよね。そうです、うんうん、これは CG 上で着せてるような状態です、うんうん、っていうのが、この、まあ、ポートレート、一連のポートレート絡みのもので。なるほどね、やっぱみんな描いてるようなポジションは似てるようであんま似てないですね。そうですね、あとなんかストロークの感じとか割と人それぞれで、うんうんうん、なんかですね、これ突飛ななかなかね、うん、なんか服の上から描くのが癖になってる人はなんかストロークが大きいし、あ、なんかその、うんね、中に手入れて描く人はなんかよりこう、うん、なんか細かいんですよね、なんか、うんうん、彼とかすごい服の上からなんかだから割となんかね、こう外でも割と大胆に描く感じの癖があるとか、うんうん、なんかまあ微妙な、 なんか違いはあって、かゆみに対する反応みたいなのがそれぞれなんか見えてきて面白い、うん、
うん、あ、そうですね。なんかその買い物に対してどう思ってるのかみたいなの。そう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 。消し方が現れてきて、うん、いいですね。で、なんか、この方はなんかその、自分がその書くことっていうのをものすごいあの、うん、悪いことだっていうふうに思っていて、うんうんうん、それであの夜寝てる、あの夜ベッドでゴロンとしてるときに書くときも、なんかついその手を頭の上に上げて、うんうん、あの自分の視界に入ってないところで書く。あー、そうすると外で書く。まあ、意識的にその無意識に持ってこうとするというか。ああ、なんかこの顔の上の方みたいな、およそ書けそうもないような領域にこの軌跡があるんですね。軌跡がいってるんですね。なるほど、ね、うん、まあ。それなんか、まあ、それは、まあ、その、彼女のまあ自己分析ではあるんですけど、なんか、すごい、あの、面白いなと思って。みっともないみたいなことなんですね。うん、そうですね。みっともなさのどう付き合うかみたいなことですね。で、続いて、さっきのムービー。面白いですね。これ背景、はい、グレーなのは何かあるんですか、この。グレーなのはあのグレーの壁で撮ったいっていうだけですね。まあまあ、ちょっと撮る場所によって、あの、ちょっと若干違うんですけど、うんうん、でちょっとさっきの、会場風景に戻りまして、うんうんうん、ここまでお話しして、はいはい、いい映像ですね。そうですね。なんかやっぱちょっと中二っぽく仕上げるのが好きな、はい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 、自分のなんかあの好みなんだなっていうのがちょっとありますね。なんかいいです。終末感がありますね。そうですね。あ、これだ。で、これはまあなんかそのそんなにこうあのまあなんかすごい工夫されたものだとは思わないんですけど、壁の中にちょっと空間があって、でそこでもですね、ちょっとボリボリしていて、壁を開けるとなんかあの倉庫のような、空間があるんですけれども、はいはいはい、そこの中であの、最近友達アーティストでアトピーの友達と2人で、うん、まあね、お互いのボリボリを撮影し合ったっていう、なんかあの、まあ、なんかすごい単純なムービーがあって、うん、あ、そこで撮影したんだ。あの会期中ずっとそこで書いているとかじゃなくて、ではなくて、そうです、あのあのシードベッドみたいなことじゃなくて、あの単に撮影されたものが流れているだけなんですけれども、なんか あの、まあ、あれやこれや音だ VR だってやっていたけれども、うんうん、なんかやっぱなんかその間近で見るとやっぱそのすごいやっぱ書く行為がそれなんかすごい美しいな美しくはないですけど、うんうん、なんかやっぱ体というものをやっぱちゃんと見るっていうのなんかすごいやっぱ重要なことだなと思って、うん、ただ、とはいえあのプロジェクターで大きくバーンみたいないうのとちょっと心情的に違うなみたいな感じでですね、そうですね、心情的に違うなというところで、うん、この壁の内側からなんかボリボリしているのが聞こえる、覗くと覗けるぐらいのこう、あ、距離感の中で見れるんですか。そうですね、なんか距離感のところにちょっとこう配置していて、で、っていうビデオがあっての、ですね、そこから、オンゴーイングというのは2階建ての建物なんですけど、屋上がありまして、はいはい、で屋上に登っていく階段に最後ちょっと1点、ビデオを追加しまして、このビデオは、割となんか出すかどうか結構最後の最後まであの悩んでいたものなんですけど、まあ、直接的にアトビーの話ではなくて、これはなんか僕があの青森から、自分の住んでいる群馬に帰る途中に、まあ、秋田県で撮ったビデオなんですけれども、ですね、あの秋田県にですね、あの北朝鮮から、漂着した船が、流れ着いたのがこう残ってまして、ああ日本海の、うん、そうですね。でなんか日本海全体でいうとまあなんか年間100とか流れ着くらしいんですが、うん、なんかあのその僕がその見つけたやつはあのなんかその自治体の都合的に撤去されなくて、まあ、大体どこの自治体もすぐ撤去するんですが、うんうん、あの撤去されずに残っていたものがあって、あの、多分
日本海に、イカ漁に来ていた、漁船ですね、漁船が死刑でひっくり返って、うんそれでひっくり返った状態で漂着しているっていうのが、まあ、この船なんですけども。マジじゃあ乗組員の人生きてるかしらもちろんわかんないですよね。これに関してはですね、まず船にですね、まあ、穴が開いているんですよ、うんうん、でこの穴が、まあ、何かっていうと海上保安庁の方が、まあ、中をチェックするために開けたもので、うんまあ、なんかその結果、まあ、4人4体の白骨死体が見つかったっていうなんか、マジか。でもまあ、まあ、大体なんか白骨死体がなんか半分ぐらいあるらしいですね、なんか。へえ。で撤去もしないんだ。なんかお金の都合で撤去しないとか。じゃあ海上保安庁に許可とか取って。ですね、これはですね役所に電話しまして確認したところ、なんかこれもうやっぱ無主物というか誰の持ち物でも誰が管理したものではないんですよ。ああ。だから、まあ、不法投棄された冷蔵庫みたいなものなんですね、多分法的に。ああ、白骨死体があって。そうですね、まあ、白骨死体とかはまあ撤去されたけども、なんかその、ここの所有権とか、誰の責任かっていうところは、すごいチューブラリンな、まあ、広い意味でゴミとして位置づけられているもので、まあ、その中でですね、僕はなんか船のこの構造体が逆さまになっているんで、僕もまあ、じゃあその、構造の向きに、正しく従うように逆さまで中でこう、うん探索するということをやってみようと思って、うんうん、でなんかまあそれで撮影した映像も、最終的に反転すれば一応なんかこう反転した船がこう、まあ、正体に戻るんじゃないかみたいな、うん、まあまあ映像上ではみたいな感じで思ってで、うんうんうんなんかそのアトピアみたいな意味の場所がないということと、まあ、これ結構言葉尻の問題でもあると思うんですけども、まあ、場所がないってことと、うん、なんかこの船がこうそのもともとあった場所から切り離されて、うん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 、なんかこうそれは何なのかちょっと分かんないような存在としてうんうん、日本っていうなんかまあこう島のこう境界線のところにこうある状態っていうのかなんかちょっとこうアトピックなものなんじゃないかなというふうに思って、うんね、今のなんか無所有みたいな話ともちょっとつながりそうですよね。なんか誰にも帰属しないから誰のものでもないし場所でもないみたいな。そう、誰の場所でもない、北朝鮮という場所でもないけど日本という国の中、日本という国の中かと言われるとそこでもない気もするし、うん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 、ちょっとなんか北朝鮮に初めて上陸したみたいな気持ちになったりとか、うんうん、あとなんか、まあ、あとなんかやっぱりその船が流れ着いてなんか大体はやっぱすごいその船を排除しようとするとか、うんうんっていうなんかその防御反応みたいなのもやっぱあってなんか拉致みたいなこともあるからその武装漁船みたいなちょっとこうなんじゃないのとか工作員なんじゃないのとかそういうなんか排除とかなんか危険視するこう見方みたいなのもあってなんかちょっとこう勝手にアトピー側がなんかこうこの船をなんか仲間じゃないかって思ってるっていう。あまあね、なんかアトピー広く、炎症みたいなものとして考えるのは、この船の在り方自体も、国と国との間の表面というか、境界線上における炎症っていう方もできそうです。うんうん、面白いですね。大体それが、展示の、全体の説明になります。うんうんなるほど。ありがとうございます。だいぶ、あれですね。それぞれ今作品紹介してもらって、やっぱりその、結局書く音とかも、そのものとして聞けないので、例えばその、音響機材を用いて増幅させて、それを現実のものに置き直すっていうことがあったりとか、あるいは、VR グローブを使って、かゆみでできたオブジェクトっていうのを、VR 映像に残すっていうのがあったりする。それぞれのメディウムにおいて、現実化させるための工夫とか、その配慮っていうのがすごい聞かされてて、多分それぞれ単体で見ても、作品として、すごい面白い展開を示しているなと思って、すごいね、面白いと思って見てました。だから、あれですよね、なんか VR 彫刻みたいなのも、そんなになんか面白いなって思うものって、
見たことなくて、結局なんか、ね、VR を使ってなんかおみこしのなんか複製みたいな、オンライン上でみんなで担ぎましょうみたいな、なんか現実における代替行為として VR っていうのを担ぎ出すっていうのが多いような気がしてて、じゃあそれが VR としてあるっていうところでのなんか VR としてあるから発生する作品メディウムとしての強度っていうのがあんまり問題にならずに、その技術だけがそこに使われているって状態がなんかある気がするので、でもこれってその映像においてなんか実際の質量はないけど映像においてはすごい質量があるものとしてそこに現れているっていうような現象が発生している気がするので、なんか VR っていうものがすごい映像っていうものとうまく親和性を帯びていて、なんかいい展開だと思います。ありがとうございます。いや、からやっぱ最後にそのだからこの秋田で撮ったこの北朝鮮の船のビデオっていうのがあるっていうのが、うん、やっぱりじゃあアトピーをテーマにアトピーをモチーフにした作品の展開なんですよっていうところから、うん、かなりずらした指向性っていうのがをなんか発生させる余地を持っていて、だからここから思うのがやっぱりアトピーの語源としてのなんかアトポスとかアトピックなものに対するなんか考え方ですよね。だからその坂中さんも今話してくれて、オンゴイングの小川さんの文章とかもこのトークの前にちょっと見てたんですけど、その否定形としての A にトポスをつけるから、そこには場所を否定するようなニュアンスがありつつ、でアトポスっていうところで言うとギリシャ語における奇妙なものとか、ここを離れて別の場所に転移していくものっていうニュアンスが発生したりとか、なんかそういう部分でなんかもうこっちが予期しえないような動き方をする何か奇妙なもの、なんかそこにあると思っていたら別の場所に同時に発生していたとか、なんかおのずからなんかその場所性というのを前提にしながらなんかその場所を絶えず離れていくもの、なんかすごいアンビバレンツな動きを示すような概念としてアトポスとかアトピックとかアトピーみたいなものがあるっていうところをやっぱ前提としながらこれらの作品っていうのは見ていった方がいいんだろうなというふうに思うんですよね。で、まあ、考えていったときにそこでやっぱりそれぞれの作品っていうのも成り立たせている音だったり映像だったりその VR 彫刻、あ VR ですけど、まあ、彫刻っていうところのメディウムっていうのがすごい立ってきてるんで、やっぱりじゃあそのアトピーっていうものから発生してそのメディウムとしての強さっていうのがどんどんこの現れてきている状況っていうのをやっぱりなんかすごい芸術においての価値あることだというふうに見せたいなと思うわけじゃないですか。はい、でなんかやっぱそう思った時にこれこのまま話しててもいいですかね。あ、大丈夫です、まあ、じゃあそろそろ本題っていう感じですかね。あ、そろそろなんか本題っていうか本題になればいいんだけどって思って、やっぱりそのアトピックっていうものに対してもまあ震える絵肌とかをやる前にいろいろ考えてたところがあって、それが僕ずっと割と長い間そのアースワークとか70年代におけるロバート・スミッソンの仕事とかを結構興味持って持ったりしながらやっていたんですけど、でそこのなんか関心っていうのから派生する形で、2016年から17年に青森県美のアートプロジェクト枠みたいなところで立ち上がる風景ニュードキュメンタリーオブ、アトピックサイトみたいな感じのプロジェクトをやってたんです。それはなんか青森における地域性みたいなものに根ざしながらでもその根ざしたところを否定していくみたいなことができないかと思って、要はなんかその土地のことを知ってたと思ってもそこの知らないレイヤーみたいなのに絶えず触れ続けるような要素みたいなものをインフラとしてこうアートプロジェクトの形で発生させられないかっていうことを考えながらちょっと作ったプロジェクトで、それ自体はあんまりこれ長く話すつもりもないんですけど、一応広瀬俊介さんっていうランドスケープデザイナー、なんか庭作りとかを、ランドスケープデザイナーの人と、前
ヒスロムっていう、ダウンゴイブの後、テラとテラ祭りとか、ライブ配信のあれで出てましたけど、ヒスロムに来てもらって、ヒロシさんはその青森周辺の、この青森県立美術館周辺の環境調査っていうのをしてもらって、この、周辺地域における水とか川の水辺利用みたいなものから、今のこの美術館を成り立たせている、こう、新興住宅地的な部分、地域的な特徴じゃなくて、なんかもっと水辺の風景とか動物たちと関わるような形で美術館をその中でどう位置づけるかみたいなことを、プレゼンテーションしてもらうってことをやったりとか、あるいはヒスロムにはなんかその場所っていうものを離れて、この青森における美術館の近くで見発見された鳩とか、なんか石とか馬とか木とか、なんかそういうものとどうやって遊べるかみたいなことを考えるみたいなプロジェクトをやっていたんですけど、なんかそういったその場所に依拠しながら、なんかその場所から絶えず離れていくっていうところの部分のなんか感性感覚っていうのを、なんかもっとなんか美術の中で補強できるといいなっていうのを思っていて、だからそこで中中さんのこのアトピーの作品だったり、この難破船っていうか、この北朝鮮からの漂着船の話とこうつなげようと思った時に、美術としてどういう話ができるかって思った時には、僕はなんかそこに一つなんかロザリンド・クラウスのポストメディウムの理論っていうのをまた重ね合わせられたら、美術としても話ができるかなと思うんですよね。で、ロザリンド・クラウスのそのポストメディウム理論って結構難しいんで、もう本当にざっくり話すんですけど、90年代末から2000年代初めにポストメディウム、ちょっと待って、ロザリンド・クラウスっていう人がメディウムの再発明っていう論文を1999年に出していて、その中でメディウムにおける、強度の問題っていうのをなんか問題にしてるんですけど、なんか本当にざっくり言うと、なんか例えば写真と映像とか、なんか異なる2つのメディウムにおける間が、そこのポストメディウム理論によっては問題になってくる。だから、クラウス自体はその話をなんか60年代70年代ちょうどだから、そのスミッソンとかが活躍してた時代からその話をだんだんしていってて、結局その映像と写真っていうところのなんか中間領域における、映像とも写真とも呼び得ないようななんか作品っていうものの中から、逆に写真だったり映像だったりっていうもののメディウムとしての強度っていうのをつかみ出すみたいなことを言い出すんです。要はだから、そこでなんか問題になったのは、結局その例えば当時においてももうちょっと古いメディアになりつつあった8ミリフィルムとか、はいはいはい、なんかだから今もあえて使ってるんですけど、スライドプロジェクターとか、はい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 、確かに間ですね。そうそうそう、だからちょっと中間どころにあるようなメディウムっていうのを元にしながら、そのメディウムにおけるなんか強度っていうのを逆に考えていくっていうのをやっていくんですね。で、それ自体はその、クラウス自体がグリーンバーグとか由来のなんか物質、絵画におけるなんか物質的な側面から、そのメディウムとしてのなんか由来、そのメディウムらしさっていうのを追求していくようなやり方から出発しつつ、そこから離れようとして生まれた理論っていうところもあるから、なんかすごいメディウムそれ自体単体でそれを問題にするような議論になりがちなんですけど、なんかそのメディウムの間っていうものから生まれてくるもう一つ別のメディウムのあり方っていうのをなんか考えていくっていうところに、そのポストメディウムの理論っていうのをなんかすげ替えられないかなと思っていて、だから結局その、複数のメディアにおける間っていうものから新しいメディウムとか制作におけるヒントっていうのをつかめそうだって思った時に、そうだって思った時に、まあ、そこでじゃあこういう制作にしますって考えるっていうところが、なんかすごい意識的にやってしまうと、なんかそのなんか またそのメディウムの問題っていうのになんか一つ絡め取られちゃいそうだなって思って、なんか
そこのそれを意識せずとも、なんか浮かび上がるような制作っていうものにまでなんか還元できると、なんかそのメディウムっていうものを問題にせずにメディウムの問題に帰結させられたりとか、なんかメディウムっていう概念を離れてメディウム自体っていうのをなんか強く機能させられたりするんじゃないかなって思って、だから結局その制作っていうのがなんか作者のなんか意識したものとして編み出されるっていう、それが現実において作品としてものになるときにメディウムっていうものが発生するんだとすれば、なんかそういう作者の意思を離れたところで制作されるメディウムとしての強さっていうのをなんか捏造した方が面白いんじゃないかと思って、そこでの作者の意図を離れた無意識下における制作っていうところでメディウムとしての意味を見出すときにかゆみっていうものが、なんか浮かび上がってくるんじゃないかと思うんですよね。だからそのなんかかゆみっていうものに対してメディウムとしての強さっていうものを求める時のなんかもう一つのなんか証拠っていうか、もう一つの言い方としてはそのスミッソンがまたちょっともう一回登場するんですけど、もう一回登場して言ってたところでのなんか彫刻行為におけるなんか不気味なものっていうような言い方ですね。だからスミスソンがそのなんかね、彫刻の作品について言うときに、ドナルド・ジャットの作品について言ってた時の話なんですけど、ジャットの作品についてピンクプレキシグラスボックスっていう作品があって、これはなんかね基本的にはピンクのアクリルでできている箱なんですけど、その横の2辺だけがアルミだったか鉄だったかでできてて、なんか、その箱の中にワイヤーっていうのをたくさん、ちょっと待ってね。あったあった。ピンクプレクシグラスボックスって作品があって、それはなんか底面を除く3面を覆っている赤色の蛍光のプレキシのグラスをなんか側方からなんか2枚のステンレス鋼が支えていて、その間に5本のワイヤーが張ることで中からこの強度を保っている箱っていうのがあるんですけど、これ結構スモークガラスみたいな感じで、どうやってこの箱ができてるかって一見わかんないようになってて、なんかそこにスミスなんか不気味な物質性があるっていう話をしてるんです。だからそのなんかその作品としてのメディウムっていうのが高度にこう消失した中で、その消失したメディウムっていうものの中に何か不気味な物質性っていう言葉を重ね書きする時の何か不気味なものっていうのと、なんか奇妙なものとしてのアトポスみたいなものっていうのがかぶせて考えてもいいんじゃないかなと思ってるんですよ。なんか彫刻における何かアトピックなものとして、アトピックな強度を持つものとして、この坂中さんの VR 彫刻かゆみのオブジェクトっていうものを置いたときに、なんか美術的にかゆみのオブジェクトを考えるような素地っていうのは、あるんじゃない、あるんじゃないっていう提案が今のっていう。不気味なもの。そう、不気味なものとしての、アトピアとしての彫刻っていうのが、なんか成り立ちそうだなっていうのですよね。そうですね、ドナルド・ジャットを結構なんか意外、すごい意外な、こう意外なつながりになる。そうだから、ね、ドナルド・ジャットの作品、なんかその、作者本来の手仕事的なものを放って、なんか工業製品に近いような形で作られていくことがあるから、なんか一見その、そういう解釈を許さないような様子。なんか作者における行為っていうものが見えないことによって、かえってなんか別の概念がすり替えて発生させられるような余地っていうのがあるのかなっていう。でそこになんかスミッソン自身が自分自身の映像制作において、言った、アシネマティックアトピアっていう、論文っていうかエッセイがあるんですけど、これがなんか70年代にもすごい翻訳されてて、その中でちょっと、スミスソンが自分自身の映画っていうのを私はそういう映画を構成するさまざまな場所の断片みたいなものが
一つの絡み合った塊となっておのずから再構成されるに任せるとしようっていう、そういうことを言ってて、そこではそれぞれその場所の断片、あるいはその経験してきた風景の断片とか、行ってきたものの断片っていうのが互いにこう絡まり合いつつ、でも互いに消し合うイメージの淀みとして映画っていうものが作られるっていうことを言っていて、なんか互いに消し合うイメージの淀みっていう部分にその引っかきながら現れて、引っかくことで現れていく、なんか傷口のジュクジュクした感じとか、それがなんか薬の作用によってなんか強制的に治っていくっていうようなことと、やっぱりなんか無関係ではないのではないかということを思いたいですよね。あとその、シネマティックアトピアじゃないや、あれですよね、そのオンサイト、ノーサイトにおけるこう、美術館の外の、その自然の中で起こることっていうのを美術館の中でに持ち込むためのツールとして映像があるっていうところも一個ポイントなのかなってちょっと思うんですが。ああ、そうですよね。結局なんか書く行為みたいなものをなんか再現させることって、その人がその場で書けばいいじゃんっていうようなことあるかもしれないんですけど、なんかそうやった時に、こぼれ落ちちゃうもの、あるいはなんか美術館っていうものにその書く行為そのものを置いた時に何が発生するかなっていうことを考えるんですけど、まあなんか細かい皮膚片みたいなの飛び散りますよね。あ、そうですね。だから、その細かい皮膚片みたいなものが他の作品にちょっとダメージを与えたりするといけないみたいな言い方が一個ありますよね。そういったなんか実際の皮膚の断片、この世界においてなんか撒き散らされるそのものに由来する皮膚の断片みたいなものを見せつけない、それぞれの作品の自立性っていうのを美術館担保しないといけないから。むしろそのための空間でもあるのが美術館っていうのは、要するにそうですね。書いてこう、なんか書くことによって攪拌されたりとか、なんかアトピック、最もアトピックじゃない場所を実現するために美術館とかホワイトキューブがあるみたいな、なんか未知のものによってこう、書き壊されない作品がこう 保存するために美術館がある。そう、だから、引き壊されないために美術館っていうのはあるし、なんかそこの中での個人、まあ作品としての自立性、ひいてはその個人としての自立性ですよね。なんかそういうものを担保しながら作られていく施設が美術館だから、自らその体の表面を描いていって、まあちょっとずつ世界とその個人のつながりっていうのは、なんだろう、その皮膚っていうなんていうか、境のとこですよね。そうですね。それを書くことによって、なんかこう、攪拌させていくようなやり方っていうのは、多分美術館ってなんかこう、制度上、なんか多分受け入れられないと思そうですね。なんかそれをなんとかインストールするための措置として、映像、あるいは彫刻、あるいはこの写真だったり、なんかそういうものとしてあるのかも。まあ、それは、それそのものとしては、見せれないんだけれども、その代替行為として、写真だったりは、そうですね。ところはあるのかな。ただ、それはやっぱり、アトピーを治すための薬としての、あれ、忘れちゃった。セルロイドじゃなくて、あれあれ、副腎皮質ホルモンとか入ってる薬。ステロイド。ステロイド。ステロイドとかで、結局なんか、かゆみを飼いならすみたいな。そうですね。なんか人間としての形は保てないみたいな。ステロイドとしての、薬の性質なのが美術館としての性質っていうのは、やっぱり近いところにあるのかな。それはとても面白いです。ステロイド。強度があるんですね。ステロイドみたいに。だから、そこでなんか治っていく身体っていうのを、やっぱなんかどうやって受け止めるべきなのかなっていうのもあるんですよね。ただ、治ってるって言えるのかっていう。そうですよね。なんか治ってるというよりかは、なんか自分とその皮膚と手の関係の間になんかこう、緩衝材としてこうステロイドみたいな、かゆみと自分の間にこう、緩衝材としてステロイドが常にある状態みたいな感じになりますよね、なんというか。
だから、なんか常にそのステロイドっていうものを仲立ちしてもらって、彼との接点を保つっていう。あ、なんか別にステロイドを塗ることが悪いってことでもないんですけど、なんかそうやってなんか飼いならされてる、なんか、っていうところを、なんか、こう、どういうふうに受け止めますかっていうようなところを考えたいですよね。ああ、そうか。確かにステロイドすごい重要なあれですね、なんか。気がします。そこまでは言ってないですか？あんステまロり。イドは確かに、いや、もちろん使うんですけど、そう、今回の政策でそうだ、ステロイドは、そうですね、確かに意識するべきことが結構すっぽり抜けて、だどっちかというと、やっぱその無意識にダイナミックに動く我々みたいな、なんかことを一番フォーカスしていて、そうですよね、ステロイドって一番確かに重要な、その皮膚のかゆみをまあ人工化していくわけですもんね、なんか、この力でコントロールしていく。そうですね、ただ、そういえばそうですね、なんか僕、撮影とかで、その何人かでアトピーで撮影するよって日に、なんかみんなに今日はステロイド使うなとか言って、なんかすげえその時すげえ暴力的だなって自分で思ったんですけど、でもなんかそう、ステロイド、そうか、だからステロイド抜きのアトピーだけの話をしてるんですよ、なんか。ステロイド抜きにしてこう、そうですね、確かにステロイドの話をしないといけないですね。だからなんかやっぱステロイドを塗るとすごい効くじゃないですか。痒みなんてもうなかったみたいな感じになるけど、でもやっぱり描きすぎたりするとなんか白い跡としてね、言ってたけどなんか残ったりもするし、なんかこの中でのなんか、やっぱなんかアトピーっていうものを介して、なんかその、なんか精度だったり、その薬、まあ薬っていうものをから発して、なんか、なんだ、僕らをこう、飼いならしているなんか近代っていう制度みたいな。なんかそれは近代における個人主義とか人間主義みたいなものが派生して美術館ができるっていうことともやっぱなんかパラレルに考えたいなみたいなあるし、なんかね、その中でやっぱなんかそのやっぱ人間っていうものをなんかなんかその人間っていうものを何かすごく完全な状態として生産させ続けるっていうことの一つの下地を作っている近代主義とか美術館とか美術っていうものをやっぱなんかもっとぐじゅぐじゅしたものっていうなんか置き換えたいじゃないですか。なんかそうやってぐじゅぐじゅしたものに置き換えたい、まあ不気味なものとして捉え返したいっていうに、やっぱりこういう、まあ、スミソンにおけるこの彫刻映像をつなげていくような思考と、まあ、ポストメディウムっていうところのプラスの議論っていうのをなんか同時に駆動させると、やっぱその、人間意識によるところではない制作行為としての核っていうものの意味合いっていうものがなんか現れてくるなって思うんですよね。だからそういう無意識下における政策っていうことが多分、すごい、これからもっとなんか問題にした方がいいなって思うんですよね。なんか、そうやってなんか作品を作るぞってなった時に初めて立ち現れてくるメディウムっていう、まあ映像とか写真とか、っていうのもまあ大事なんですけど、なんかそれらが氷山の一角に過ぎないっていうところからの、その真下のすごい深く潜っていった時の、その氷山の一番下のところにある、なんか無意識下における政策としての、例えば引っかくっていう、こういう、なんかそういうものを、なんかもう一回今度自覚しながらなんか政策をやるってなった時に、現れてくるものっていうのが、面白いなと思って、そういうこと。その引っかくっていう行為も、人間としての形を保つための、基本動作であって、同時になんかこう、例えばまあ服を着て、なんかちゃんと外に出れる格好にするとか、なんかそういう形でまたすごい近代的な個人としてなんかこう成立させるための営みも同時にあるみたいな。だからなんかそういうものに過剰に適応しようと思って、アトピーっていうのが出るみたいな言い方もまたできるじゃないですか。そういう現代において、まあ、そういう衛生事情っていう
っていうのがすごい発達してきて、その結果まあ細菌的なものにちょっと触れれるって機会が少なくなって、その中でじゃあいざハウスダストだったりとか猫の毛だったりとか、なんかそういうちょっとまあ自然の断片みたいなものを出た時に、あの過剰反応する目の毛のシステムっていうものがあってアトピーが発生するんだったら、それはもうなんか近代的なものが持っているこのシステムの一個の破れ目ですよね。それはあの ACAC からあの自分家に帰ってきてそう思いましたね。ああ、それは向こうの方が、青森の方が綺麗。あの安藤忠雄の建築が、しかもあの業者が入って完全にこうクリーニングとかされて、こうコントロールされている状態でこう、完全に綺麗な状態を保っていて、そこからあの2ヶ月以上あの留守にしていた自分の家に帰ってきた時に、なんかこう、もう確実に体全体がこう反応してて、なんか。それ青森の方が良かったっていう。青森の方がなんかまあ過度に綺麗な空間だったと思うんですよ。青森がそういう過剰に反応してた感じ。ん？青森の方がそういうアトピー的には結構あの良かったみたいな感じ。良かったですね。なんかだから青森からあの群馬の自分のあの2ヶ月空けてた家に戻った時のなんかこう反応みたいなすごかったし、なんかそのまあ逆そのなんかそのギャップでなんかわーって軽くなって、なんかなんかそういう差もありますよね。なんかまたちょっと違うけど、なんか結構鬱になりやすい人っていうのはなんか結構気圧の急な影響によるものも大きいみたいな話とかもなんかたまたま朝聞いて、なんかそこの中でのなんかギャップみたいなものをなんかどういう形どういう思考でもって埋めるかっていうところのなんか方向性みたいなのを考えるのもなんか大事なのかもしれないですね。だからあのやっぱあの北朝鮮の漂着船っていうのもなんか一つなんか巨大なかさぶたみたいなことなんだと思うんですよ。なんかまあそういう風なイメージですね。でまあ船だけじゃなくともなんかその海岸線上に無数にあるなんかこう、いろんな残骸みたいなものとか、まあそこでなんか逆さまになってその船の底から船の中に、降りていくんじゃなくて上がっていく、上がっていくってことになりますね。上がっていくっていうところのなんか逆さまにまっすぐに逆さまなことをするみたいなことっていうのは多分なんかあのこのアトピーに起こるなんかアプローチの仕方としてはなんかすごくあのきっと正しいアプローチなんだろうな。あそこがなんか起点になって、あの VR 彫刻としてのカルビのオブジェクトっていうのが、また別の映像としての強度を持つものとして発展していくといいですよね。相互にってことですね。僕はなんか特にあのカルビのオブジェクトとしての VR 映像っていうのがあれ面白いと思った。あれは、あの背景みたいなのって、あれはもう一から手作り。まあ、手作りですね。ただまあ、手作りだといったところで、そのなんかこう、その使うソフトに準じてるわけなんですけれども、あの背景のグラデーションみたいなのは。手作りという言葉が許されるメディアなのかどうか分かんないです、あの場合は。なんかあれだから、あの、かゆみのオブジェクトを見たときに、まあ、SF 映画もそうなんですけど、なんか西部劇のなんかタンブルビードみたいな。え、なんですか、それは。なんかあの、ほら、西部劇ですごい荒涼とした風景の中に、こう、枯れ草、丸い家でカサカサ来たって動いてたり。ブラックジャックによく出てくるやつですね。そうそう。あの、なんか、そう、ブラックジャックがあれいる、荒れ地の。なんか、ああいうね、なんかこう、いやだから西部劇とやっぱり SF 映画みたいなのを一つなんか人としてはなんか結構共通するものがあるじゃないですか。はいはい。人としての風景みたいな、まだ見ぬとこの風景。そう。だからフロンティアまだ見ぬ風景っていうところでのなんかアトピックさみたいなこともあるじゃないですか。ちょっと希望に満ち溢れた見方というか。そう。なんか希望の逆としてそのなんか、アトピックな風景っていうのがなんかどんどん映画になっていくと、なんか見てみたいなって、なんかそういうことを思ったりするかなって感じですね。なんか台湾も行くんですよね、これから。そうですね、はい。台湾の方でもそういうアトピー的なリサーチもまだ続けてされるんですか？台湾の方はまだ明確なこの、プランみたいなのを出して、アプライしたわけではないんですけど、
まあ、どうしても台湾に対する僕の興味っていうのは日本との関わりみたいなことにかなり出発すると思うんで、うんまあ、その中で残置されてる統治家とかがなんかまあ僕の中でちょっと取っかかりになってて、うんうん、その構造物みたいなもの、海際になんかこう他人を排除するために、他者を排除するために建てられた構造物がなんかその役割を失って、なんかそれは今何なのか分かんない状態としていっぱい残ってるっていうのがあるなと思って、そう、まあ大体そういうなんか穴みたいなところに行きたがるんですけど、はい、なんかそうですね、その土地の傷口みたいなもの。ああ、そうですね、でもやっぱ坂中さんの制作におけるなんか場所だったり自分自身の身体だったりに負荷をかけていくっていう、うん、なんかまあその抵抗する身振りとしてのなんか自分自身の身体とかその制作っていうものがあるっていうようなところもあると思うんで、うん、それを考える時の、あのメディウムとしてやっぱりなんかこのアトピーっていうものが、まあ、今回はだからすごい働いてるんだなっていう、うん、気はしましたね、うん、一個の起点みたいになるみたいな、うん、なんか穴を掘ることもその皮膚表面を描くこともやっぱなんか一緒だなって思う、うん、そういう感じですよね。なんかそこでのどうしようかな、うん、だからそうなんかあんまりちょっとクラウスとスミスのところあんまり、まあ、饒舌に言えなかったのでもうちょっとだから言うと、はい、うん、坂中さんの書くっていう行為をあの美術的になんかこう稼働させようと思うと、なんかそういうクラウスにおけるポストメディウムの理論、なんか異なる2つのメディウムの間であの別のメディウムとしての強さを考えるっていうところのアイディアがヒントになるし、で、そういうものをそういうもののアイディアとともにあの無機なものとしてあの彫刻における構造を考えるっていうのが、うん、スミスの考え方とか、あのそのバラバラになったものが再構築されるに任せるっていうところ、うん、なんかバラバラにその、場所になんか偏在なんかの場所性を消しながらそこに場所性を帯びて現れるものみたいな、なんかそういう部分の概念みたいなものがなんか一つヒントになりそうだなっていうところからの、なんかじゃあそこから現れてくるなんか比較っていうメディウムの強さがどこにあるかとしたら、なんかその無意識下における制作行為としての意味があるっていう部分ですよね。だから次にはこのなんか無意識における制作行為としての核っていうのが、じゃあまた別の形式を伴って作品の表面に現れてきたらどういうことになるのかっていうことを考えないといけないのかな気がしますよね。同時になんかステロイドのことも考えてなかったというのが結構、あ、うん、結構でかいなと思って、そう、あでも、うん、やっぱステロイドってなんかすごいなんか近代的な薬だなって気がします。そうですよね、そうです、うん、そうそうそう、まあ、ようなことをねなんか思いながら、ちょっとこれ実際展示いつまででしたっけ、ね、17日までです。17ですよね。いや、すいません、ちょっと見に行けなくて。そうですよね。まあ、この時期の、この、皮膚炎症じゃなくて、うん、肺の炎症がこう、蔓延する東京に、あ、大変リスクありますからね、うん。そうですよね。だからもう、どこもかしこも炎症を起こしまくってるじゃないですか。うんうん、そういうなんか炎症っていうものと、まあ、今回だから皮膚における皮膚表面における炎症でしたけど、うん、なんかこの皮膚表面の炎症を考えるっていうことはやっぱ同時になんか社会における炎症を考えるっていうことがやっぱりすべからくつながってくるんだろうし、うん、なんかすごい全く関係ないところでこのアトピー的なこの感覚っていうのをなんか働かせるようなものができるといいですよね、うん、そうですね、うん、ね、どういうものになるのか、はい、はい、こんな感じですね。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいもうこういうアトピー的なものが別のなんか芸術表現メディウムになんか使用していく気配みたいなものにちょっと、うん、一緒に感じさせてもらえてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。あ、じゃあちょうど、17時になってだとこなんで、
あ、すみません、なんかそこでハウリングしてたのか。すみません、このトークでは、投げ銭制度を採用していまして、PayPay にて、投げ銭が可能だということで、1円から、1万円まで、もし面白いと思っていただいたら、入れていただけると幸いです。少々お待ちください。今、佐賀君に送ったんだけど。じゃあ、画面共有で。今、出てますかね、なんか。こちらに、もし、入れていただける方はお願いします。じゃあ、この画面を出したまま、じゃあ、終了させていただきます。今日は、奥脇さんありがとうございました。ありがとうございました。まあ、終了しますか。なんかもうちょっとなんか話すようなことがあったんだけど、ね、そうですね、なんかちょっとあったような気がするんで、一回じゃあペーペーを止めてすいませんはい、なんかあれですよね、一番大事な、一番大事かどうかわかんないですけど、アトピーをこう、そうですね、美術に、置いて、一番大事なも、一番じゃないですけど、大事なものとして、美術にインストールするための、そうですね、あ、でもそういう話だったのやつ、うん、だからさっきの氷山の一角みたいなところの奥の奥をなんか掘っていったときに、その核っていう行為が見つかったとすれば、うん、なんかこの奥の奥にある核っていうものをなんかもう一回美術の表面になんかインストールするっていうことをなんかやっていきたいわけですね、うん、だからそうなったときになんか見えてくるのは、やっぱり制作行為っていうのは何か一つものを作ってなった時のなんかこう特殊な行為じゃなくて、なんか日々息をするみたいにして行われていることが全て制作行為だっていうことをなんか言うことにもつなげていきたいなっていうか、だから日々なんか制作っていうのはなんか意識しえない部分でもなんかもうほとんど毎秒毎秒一瞬ごとに行われているっていうことをなんか自覚しながら、それこそひっかいたものが治るみたいな形で、なんか作品っていうのは日々埋め、日々制作されて、なんか壊されていくっていう。ああ、そうですよね。うん、なんか現状、そうやってなんか動いていく、なんかダイナミズムみたいなものを軸にしながら、うん、世界における制作っていうのをなんか考えていけると、なんか、そしてそれを考えていくときの起点が、なんかアトピーっていうものだったりすると、なんか、すべてのなんかアトピー持ちの人が暴れるような形になればいいなっていう。そうですね。だから制作を僕らは自覚してるんだっていう。はいはいはい。言い方としてなんか、アトピー持ちの人は自分のアトピーに自信を持ってほしいっていう。そうですよね。うん、でもなんかアトピーの人たちと形作る作業の中で、うん、やっぱなんかちょっと自慢げな瞬間みたいなのも、なんか、ふと発生するんですよね、なんか。自慢げな瞬間。そう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 、なんかここすごいでしょみたいな書いちゃってみたい。そうなんか撮った形をなんかその撮り終わった後になんかこう、その参加者の人と一緒に眺める時間っていうのを必ず撮ってたんですけども、うんうん、なんかやっぱりなんかこうちょっと誇らしげな人もいたりとか、あとやっぱさっき映像の中では見れなかったけど、その描いてる人の何か半ば恍惚とした感じの表情ね。ああ、そうですよね。温泉旅館で描いてる時のなんかちょっとすごい快楽を感じる表情みたいな、すごいやっぱ印象的で、なんかああいうなんか世界の中で健全としないような喜びっていうのを日々味わっているみたいな。なんか制作行為の中で。そう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 、世界をなんか作り変える優越みたいなものをなんか日々味わっている俺らみたいな、
そういうことなんですかね、分かんないけど、分かんないけど。あ、でも僕は割と その快楽みたいなのが結構、アトピーの話の中で結構重要かなと思ってて。快楽、でも快楽によってちょっとこう自分が切り離されてる部分もやっぱあるんだろうなと思ってて、うんうん、かゆいから書くけど、なんか書き始めると、やっぱ快楽をなんか手と皮膚の間で快楽のやり取りみたいなのがずっと続くじゃないですか。なんかその時になんか自分の意識みたいなのはやっぱなんか一歩後ろに下がって、なんか快楽ってものを巡って、なんかこう自分の意思を置き去りに手と肌がこうセッションしてるみたいな、なんか。あ、うん、まあ、セッションはねかっこよく言い過ぎですけど、なんか、はい、でもそういうところでの世界との響き合いみたいな、うん、書くっていう行為にあるっていうことなんですよね、うん、だからなんかそういう日々のなんか制作っていうものをなんかもう一回書くっていうものの中から、なんかなんだろう、書くことの優越っていうものをなんか世界の中でもう一回再形式する、うん、再形式化するときに、その多少はだからその構成物質、あの、あ、やべえ、あのセルロイドじゃなくてステロイド、そう、まあ、その再形式化するための枠組みとして、あのステロイド的なものにも多少頼っていくっていうことは必要だし、まあ、そこでの多少頼るっていう時の頼り方をどうあの美術館として用意するのかっていうところで考えられる余地ってまだまだあると思うので、まあ、なんかこの、まあ、快楽となんか絶えずあのどうしたらうまく付き合っていけるのかっていうことを、うん、なんかかゆみとかこのアトピー的なものをどうしてもなんか美術的に考えるっていうことはなんかまだできそうな気もなっていう、はい、本当思いました、ね、そうですね、ステロイド重要だ。そうですね、なんか、まあ、ステロイドっていうものがね、なんか人間の体をなんか保つためのこととして設定されるんだったら、うん、なんかそれはひいてはなんか美術における形式化っていうものとやっぱつながってくるはずだし、ね、あ、まあ、ステロイドによってなんかこうアトピーの人が普通の人間の形式みたいなものになれるというか、うんうん、だから何がいい状態か、何が回復された状態なのかっていうことを置いとかないと、ああいう薬もなんか働きようがないと思うんですよ、うん、だからそこではなんか目指されるべき人間のなんか身体の形があるので、なんかそこに向かって突き動かされていくような美術あの形式のダイナミズムっていうのをなんかいかに崩しながら、あの、うん、他の体に直結したものとしてなんか奪い直せるかっていうことをやっぱ考えるべきですよね、うん、そうですね、取り戻す取り戻すわけですね。そうですね、なんかこうステロイドとそのジュクジュクしたものの間でなんかこう、うん、取り戻していかないといけないと、だからそれがなんか、まあ、結果としてジュクジュクしっぱなしでも別にそれはそれでいいんじゃないかなっていう、そうとも言えるし、そうでもないとも言えるって感じですよね、きっとそれってこう、うん、まあね、まあ実際かゆみのない状態の方がいいっていうと、うん、大多数だと思うし、なんか行ったり来たりするような感じですよね、やっぱり、うん、行ったり来たりしながら、なんかその都度そこ、うん、自分自身がそのかゆみとかその世界に対する現象的なものにどういう態度をなんか立てるかって、うん、でそれがもう本当にすごい将来的未来的にはそれがなんか身体における反射みたいな形で、なんかもうパッてその都度なんかその態度っていうものがなんかこう浮かび上がってきたらいいなっていうような気持ちがありますね。なんか何ていうか分かります？いや、もう一回お願いします。反射のあたりから。その都度その、まあそのかゆみ、うん、言ってはこの世界における炎症的なものと向き合って、そこに対する自分の態度っていうのを考えてるんですけど、それを考えた結果としてこういうことにしたいからこうしますっていうふうに、まあ、言ってもいいんですけど、うん、それもっと言うならなんか世界に向けての態度っていうのがすごい反射みたいな、うんうん、早い形でパッて浮かび上がるみたいなふうになったらいいなっていう、そのあと炎症的なものって、まあ、まあそのアトピーの話からもっと離れて、あの、まあ、漂着腺とかそういうこと
も含めてとかですね。含めてそういうかさぶたとか、うん、そう、境界線上におけるイレギュラーな存在とか、うんうん、そういうものに対しての、態度。うん、なんかそう、やけど、なんかこう、すごい熱いものに触るときに、あっちって言って、うんね、うん、そのぐらいの速さで、なんか世界に対する態度っていうのを決められるという。ああ、書くように。そう、書くように。でもそしたらなんかもう芸術家は廃業ですよね。なんかそうですよね。なんかものすごく、でもまあでもアトピーってやっぱ悩みながら書くじゃないですか。なんかこの、うんうんうん、すごい。あ、そうですよね。こんなにここ書いたらちょっと治り遅そうだなみたいな。そうそうそう。なんかやっぱその考えてる。悩んでしてしてることだとなんか体がこう離れたりとか微妙な距離感を持ったりするのがやっぱなんか一番面白いんじゃないかなと思ったりとかしてて、うんうんうん、なんかそうそう、だからその手と肌のそのセッションだけを信じているわけではなくてとか、大体の時の人はそれをなんかやっぱ疎ましく持って、うんうんうん、でなんかでもなんかそのじゃあなんかその、フォーマルな存在としての自分だけが全てなのかって言ったらやっぱそれはすごい嘘があるし、なんかそういうとやっぱなんかそれはそれやっぱなんかじゃあそうフォーマルな形から逸脱する人がまあしんどい思いをするという気持ちで、だからでも別にこうその制度的な、じゃあ普通の人でもやっぱ制度的じゃない部分は別にアトピーじゃなくてもあるわけで、なんかそのでもなんかそのアトピーの人はその、制度的じゃないその意思の及ばないその手の行為みたいなの、うん、なんかまあ強制的に向き合わされるわけで、うん、なんかそのなんかその微妙にこうなんかそのコントロールできない体というものをまあなんかそうですよね、なんか僕は割と、その快楽みたいなのをもうコントロールできないならできないでなんか共有したりとか、うんうんうん、やっぱあのかゆみを他の人に着てもらうっていう、うん、あの作品とかやっぱ大事ですよね、うん、なんかそれがどうなんか、自分のものとしてなんか仮に考えられるかっていうことだったり、うん、多分あのそこ社会的な部分と、まあ、個人的な部分と同時にちょっと、うんうん、ないと、うん、アトピーっていうものは多分次の形式っていうものにはなんか結ばれないようなと、うん、多分ここで あのアトピー作、今回なんかオンゴーイングの展示におけるこのアトピックな部分っていうのが、うん、それこそあのいろんな部分になんかこう、うん、なんか転換されるというか、うん、いろんな部分に伝染されるといいですよね。そうですね、多分、うん、アトピーというだけではなくってことですよね。そう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 、ここでの、うん、作品、アトピー的な作品の射程っていうのはもっとすごい深いところまで行ったりとか、もっと体の表面みたいなのをとどまるみたいな、うん、いろんな方面にちょっと持たれるようなメディウムとしてアトピーなものがあると思う、うん、だから次のそのね、台湾とかあるいは別の、うん、あのアプローチみたいなのもすごく趣味だなって、うん、そうですよね、なんか心強いですよね、アトピーっていう一個のフレームがこうなんか自分の中にこう、うんうんうん、あってなんか、うん、なんかそのなんか身体レベルでのなんか、ね、反応みたいなものが危険になると、うん、やっぱ作品としてもなんか強そうな感じがする、ね、うん、そうですよね、具体的ですし、でもそう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 、こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。でも、ね、こちらこそめっちゃ楽しかったです。はい、終わってしばらくこのペーテの場面を出して、はい、あ、すみません、業務連絡がありました。ありがとうございました、はい、じゃあ本当に体気をつけてください、はい、ま、本当そうですよね、はい、うん、青森来るとき寄ってください。あ、行きます行きます。よろしくです。ではではでは、じゃあまた会期続き、はい、ご成功お祈りしてます。あ、ありがとうございます。失礼します。失礼します。